こんにちは、クリッカー夏猫です。アメリカで開催される PRI 賞でヒントを経て、ビッグタービンによる直列ツインターボ仕様の製作テストに取り掛かったのが2010年の暮れのこと。直感的にこれはいけると感じた直列下級のツインターボは BNR32 に搭載され、2012年の東京オートサロンに展示。その後サーキットでのテストでも予想通りの下級効果を発揮した。多くのトップチューナーたちが懐疑的に見ていた直列下級のメリットを国内で初めて実演してみせたのである。長年積み重ねてきた多くの実践経験と挑戦に加え、理論的な思考を持つガレージ八幡森田代表のスタイルは、斬新な手法をも臆せず取り入れるというものに他ならない。この JZA80 スープラはその経験をもとにさらに実用性を上げるべく、タービンサイズに差をつけ、初期下級と最大パワーという相反する要素を高い次元でバランスさせようというものだ。2機のサイズの異なるタービンを装着し、直列二重下級を行うという新たな手法で作り上げられたハイチューンマシンとなっている。ところでエンジン上部にあるタービンが放つ強烈なインパクトから、乗りにくさや実用性への疑念を持つ読者も多いかもしれない。しかし従来のビッグシングルやツインターボとは全く特性が異なる。というのも、この直列下級システムは低回転からブーストを立ち上げることが目的で、結果として街乗りでも非常に乗りやすく実用性の高い車両に仕上がるのだ。つまり2機のタービンの合計した風量をピークパワーにしようというものではなく、排気圧力を効率よく使い、2つのタービンで初期の下級量を高めようという発想なのだ。ピークに関してはパワーが約780馬力、トルクが 70kgm と装着されている T78 タービン1機でも達成できるもの。しかし一回り小型の GT3240 を直列に組み込むことで、ブースター圧が 2000rpm から立ち上がり、 3000rpm では 1.2kg まで高まるというから、従来のハイパワーターボチューンとは全く異なる理想的な特性であることが想像できるだろう。参考までに最大でブースト圧は 1.8kg という設定だ。またエンジン本体も VVTI 搭載の後期型 2JZ に87ファイ単増ピストンを組んだ強心臓のため、体感的には5リッタークラスのエンジンにも勝る低速トルクを発揮するモンスターユニットなのである。その給排気のレイアウトは理解しにくいかもしれないが、まずエンジンから出た排気は左、 GT3240 小さい方のタービンを回す。GT3240 タービンのターボハウジングを通過した排気は右側、上部 T7834D 大きい方のタービンを回す。吸気側から見ると T78 タービンが上流で初期下級、 GT3240 が下流で追下級するということになる。この仕組みで 2000rpm からブーストが立ち上がり、 3000rpm で約 1.2kg と下級域が下側に大きく広がり、全域で 2JZ のビッグトルクを引き出すことができる。ちなみに大型のタービンが上流にあるのは、第1タービンと第2タービンを結ぶサクション内が真空になると効率や耐久性が悪くなるからだ。サードの汎用性をパラレルに配置したデュアル触媒で、排気効率の悪化が最低限になるよう対策。誰もが考える非常に分かりやすい手法だが、実践するチューナーは少ない。サージタンクはトラスト製、吸入空気量が増えるほどに効率の良さが出力に反映される。スロットルは定番のインフィニティ用、ラジエーターはオリジナルのトリプルターン方式。 TRD のリアウィングやディフィーザーなど、リアセクションの安定化とダウンフォース増加にも余念がない。オーナーは高速ステージを好むストリートの走り屋だという。デフィーの DSSC をセンターに配置したメーターパネル、視認性が求められるブースト圧、水温、油温、油圧はアナログメーターも配置している。ロールケージはアルミの大幅なタイプを装備する。サスペンションは HKS のハイパーマックスダンパー、フロントは安定感を求めて 16kgm のハイレートスプリングを組むが、リアは安定感とトラクションの向上、そして乗り心地をバランスするため 10kgm に抑えている。特殊な部分はないが、スタビやブレーキの強化など要所をしっかり抑えたチューニングがなされている。